にちは、池田しおりです。みさきです。今日はこの秋冬に使えるうるうる目に見える涙袋の作り方をやってみました。デートとかいざという時にとっても使えると思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画スタート。コスメデコルテのパウダーを使っていきます。中ぐらいの筆で目の下につけていきます。つけることによってシャドウの発色を良くします。インテグレートのシャドウを使っていきます。一番薄い色を下まぶた全体にのせていきます。ケイトのアイブロウで涙袋の影を作っていきます。少し上を向いてもらって目を細めると、ここに影ができるので、そこに真ん中の色をのせていきます。その時に黒目のだいたい下ぐらいから目尻に向けてのせていきます。下を向くと涙袋がくっきりできています。クリオの10番を使っていきます。そういう筆を使って目頭3分の1にのせていきます。大粒のラメなので華やかさが増します。最後に綿棒で影をぼかしたら完成です。